はい、どうぞ。何？いや、もう始まってるから。どうも、こんにちは。本日も、フラッシュさんが行くということでね。フラッシュさんが行く。誰でも拍手してくれないの。はい、今日は、前回同様、KSP でございます。さっき、実はこれ、日本撮りなんで、今食べ終わったの1分前ぐらいなんで。そしてこちら、ドドンということで、サブイチって読むんですね。サブイチ、3、2でサブイチ。これに書いてありましたね。カタカナで。面どころということで、隣のパレットさんと同じシステムなんですかね。ちょっと、店員さんをお呼びしましょうか。はい、店長さんですか、はい、店長さん。はい。店長さんです、はい。お名前は加藤です。加藤さん、はい。坂本さんと加藤さんですから。非常にね、名字も分かりやすい。はい。加藤さん、これあれですか、はい、はい、お隣と一緒で、はい、現金はダメと。現金は使えないですいう形で、はい、なんですね。メニューもこれすごいシンプルなんですけど、はい、ここの合品で、こちらそばをしていただくと中に、あ、なるほど、結構あるじゃないですか。ほら、あ、めちゃくちゃあるわ。すごいある。うどん、そば、うどん、あ、ご飯も、じゃあご飯も、あ、ありますね、はい、いろいろ。白米だけかと思ったら、さすがにですね。天ぷらは天ぷらで、うん、なるほど、あるんですね。期間限定メニューとかあります。おすすめは、おすすめは、はい、たぬきそばとカレーうどんがおすすめです。うん、あ、たぬきそばとカレーうどんを一人で食べるんですよ。この後すぐ大丈夫？無理だよ。ここ、あれですか、普段お客さんはどんなお客さんが来られてるんですか？ KSP の。館内のお客様がほとんど。うんうん。はい。それこそホテルにお泊まりのお客さんが来られたりもする。うん。されるんですか？はい。なるほどですね。じゃあ、パレットに続き、2店舗目。2個目のランチになりますか？行ってみましょう。店内も非常にシンプルです。ほら、あ、いい匂い。すっごいいい匂いしますね。お腹空いてきたんじゃないですか。お腹空いてきましたよね。うん、なんかすごくホテルスタイルというかビュッフェスタイルというか、いいですねこれね。そばがいい。そばがいい、うん、でも僕もそばがいい。でもせっかく紹介なのに、そばそばじゃ良くないから、うん、うどんね。じゃあハーフ&ハーフで。いや、だから僕そばでいいじゃん。うどんね。うどんがきついんでしょ、中的に。わかりますよ、さっき食べてるから、オムライス。ね、さっきせっかくおすすめになってたんで、おすすめのカレーうどんですっけ。はい、カレーうどんとたぬきそば。たぬきそば、はい、じゃあもう中を開けようか。カレーうどん。何。いや、美味しいですよね。美味しい。あ、ポテキさん。早っ早っ、タヌキ早っ。うん、お蕎麦ちょうどいいね。汁蕎麦、これお蕎麦、正直言おうか、いける。いける。いける。タヌキのこの衣もサクサクで非常にシンプル。ネギとタヌキ、タヌキってネギと揚げしか入っていない。で、お蕎麦がね、結構シコシコです。固めというか、うん、大変できた。美味しいね。ありがとうございます。カレーうどんもできました。食べてください。蕎麦屋さんのカレーうどんって美味しいですよね。美味しい。そうなん、蕎麦屋のカレーって美味しいんですよ。もう、あ、カレー美味しい。もやし入ってるの珍しくないですか。ほんとだ、もやしと豚肉ですか、これが。はい、うん、うん、どうですか。うまい。うまいですか。あんまり熱くない、上の方熱くないなと思って、いけると思ったら、うん、中めっちゃ熱い。これもそうです。最初一口目。
ちゃ熱い。カレー濃厚。うん。うん。少しくださいよ。これは、あげられないな。ちょっと、食べたいでしょ。うん。うんじゃないよ。ちょっと食べさせてよ。もう汁ないじゃないですか。じゃあ、たぬきそばってさ、汁吸うでしょ、この人は。ほら。揚げ玉。こうなりません、普通。なんかかわいそうじゃないですか。かわいそうだけど、しょうがない。食べちゃった方がいい。いや、くださいよ。食べてないで。ちょっとくださいよ。しょうがないな。じゃあ、だってあなたカメラマンなんだから。カメラマンなんだから、ね、息いろいろと食べてる場合なんですよ。いただきますよ。うん、うまい。うまいですよね。うまい。これこの麺固め良くないですか、うん、ちょっと麺固め、うん、もうかしです、うんうん、出ます。いやー、分かったなぁ、マジで。カレーうどんおすすめですよ、これ、うん、カレーうどん。いや、でさ、店長さん、さっき言われてたじゃないですか。両方ともおすすめなんですよ。そば、そばは、じゃあとね、ちょっと今日ね、僕ら説明するにはちょっと胃袋追いつかないんですけど、限定メニューもありますから。ご飯物もありましたけど、申し訳ないです。演者が2人のものにね、やっぱこう、作ってもらって食べれないのも申し訳ない。天ぷらもね。天ぷらも。はい。これ限定メニューは、はい、月ごととかですか？月ごとに。はい、月ごとで。はい。限定メニューがあるらしいです。なんか、とろろとかも美味しそうでしたけどね。あれね。とろろも作れますよ。トロロですか、はい、トロロ作りますかって言ってますよ。トロロは次回でいいですか。あ、次回で、はい、わかりました。いや、申し訳ないから、本当にあのなんかね、うん、食べに行けないなら、今度また来ます。はい、よろしくお願いします。また今度はその別の、この2つでないものを食べに行きましょう。ありがとうございます。はい、もうね、宣伝したいって感じがあるんですけど、僕らは出てないって今日また後で夕方僕ら来るの知ってます。僕もあ、ありがとうございます。食べにそうなんですよ、はい、今日なんか今2位食べて最後夕方からバーベキュー取ってくれとあの手ぶらでバーベキューやってるんですね、お庭でですよね、はい、お庭で、はいはいはい、で雨降ったらやめましょうって言ったんですよ、はい、見てください。今日雷雨の予報出てましたよ。雷雨なんですか。予報はね、この後もう降んなかったですね。じゃないですよね。ね、ちょっとバーベキューですけど、この後約2時間後テクス何かあります。アピールとかもしあれば。アピール、アピール、あ、ないですか。アピール、アピールすることあんまり、アピールすることあんま、もう早い安いで、早い安い、あれ早いと安いしか言ってないじゃん。ここまで今経理カメラ向けたから。そうです ね, ね、緊張してます。緊張してます。本当ですか、はい、よかったら全然マスク外してもらって。いや、大丈夫です。嫌がるよね、みんなね。マスク外すのね。ちょっと今度ぜひまた、はい、まあ、別のメンバーもいるので、はい、ご参加ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、次回はバーベキューです。皆さん、本日もフラットさんが行く、ご視聴ありがとうございます。いいなぁ、面白かったなぁと思う方、ぜひぜひ高評価、そしてこちらのボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。おい、若い子の野郎、ちゃんとチャンネル登録してんのか、この野郎。また来週も見てくれよな。